取りに行きましょう。いい感じにレベル上がってきてるので、ちょっと自分が思ってる以上には若干上げた方がいいかなと思うのですが、ストップ何ザワールド、ディオ様がこのゲームに降臨しますよ。ラストリゾート6、いいですね。すごいなぁ、随分とまあ大規模なゲームになったことでしょう。さあブリザードの6も今手に入ったので、あともうこういう何気ないところもこうやって調べた方がいいですよっていうコメントもいただいたので、意外とねこういうものがね、こういうのを出したりする時があるみたいなんですよ。頑張ればね、気持ちの問題です。ここはこの辺りはね、でどっち行けばいいんだろう、どっちでもいいのかな。こっちは6以上普通に、でもう一個の方が、もう一個の方が一応確認で真実ね。じゃあまだ後なわけだ。よし、こっちから行こう。いいね、マップがあるだけで本当に順番通りに見事に行けますね。5か、こういうのあんまり使いたくないんだよな。ポイントいくつ持ってたっけ、ちょっと確認しまーす。650だったのでちょっとまだ早いかな。なのでどうしようかな、6以上か、取ろ宝箱取ってこう。ちょっとなんかいい感じのカードがないわ。そういう時こそ買わないといけないんだろうけど、いや買う方、買うで買うやつはデッキのやつか。さあ今度はごまだれブリザード6、いいね、いいですね、いいですね。でこっちのプレゼントボックスにはキングダムチェーンの77か、いいね。でここも一応調べておきましょう。おおや、分かれ道ここかな、だね。5と7と、マジか、またなんか嫌な、なかなかの組み合わせ。5以上か、せっかくだからこいつと7以上、0じゃダメなんだね今回は。あんま使いたくないんだよな、ダメージアップルームは大事に使いたい。さすがにこれ連続で使うのもな、どうしようかな。ここぞって時にないねここぞって時にないと困るね。いっか、よし、たくさん持ってるから使っちゃおうっていうこの甘い考えが、甘ったるい考えが多分後々響くんでしょうけど、僕は今を生きます、僕は今を生きるんです。お、何やらここは懐かしいね、裁判の会場じゃない？アリスがいるし、トランプの兵士さんもいる。みんな集まって何をしてるんだろう？裁判ごっこ。めっちゃ充血してる、やっぱり。目が充血、詐欺の目、被告人アリス。なぜ裁判にかけられたのか分かってるな？分かりません。私悪いことなんてしてません。うん、してないでしょ。シラを切るつもりかい？お前の罪はこの国を脅かすハートレスに協力したことだよ。ハートレスに協力？どういうこと？そんな証拠はどこにあるの？証拠。証拠は思い出せない。それが証拠だ。それは証拠とは言えないし、根拠でもないよね。つまりアリス、お前は私の記憶を盗んだのだ。何を言い出すの？賢い女王様の記憶が盗まれたせいで、ハートレスを退治できません。アリスの責任は重大です。そんなのってないわ。本当ではないわ。それないわ。うん。
なんと、このハートの女王を侮辱する ちょっとちょっと、なんかすごい強い心臓を持ってそうだけど、あなた。意外とガラスのハートなんでしょうね、こういう人って。私の記憶を素直に返せば許してやろうと思っていたが、なんと身勝手な。本当だよ勝手なのはどっちだよ。よーし、行くか。行くしかないよね。へー、待てよ待てよ、キムタク、月9わかんねえや。こんな裁判むちゃくちゃだ。アリスが犯人って決めつける前にもっとちゃんと調べろよな。どういうことだ。私の記憶を盗んだ真犯人がアリスではないというのか。アリスじゃないでしょ。でもてか証拠もないのになんで疑ってんの。それはもし言えないなら判決通りアリスは死刑だ。さあ真犯人は誰だ、答えるがいい。それはそれは私ですみたいな感じで言うのかな。なんで、なんで言った、なんで言った、やらせみたいじゃないか、やめてくれよ。ちょっとなんだって、なんだって、 AA 略。そうなの真に受けてる、グーフィー真に受けちゃってる。そうじゃないけど、こういうしかないだろう。うん、本当だよね。まあ確かにこの状況はそうしかないけどね。むちゃくちゃだよそら。お前たち、この者どもをひっ捕らえろ。ですよねー。トランプ兵士たちと戦うのか。よし、頑張っていきましょう。うわ、結構強かった気がすんだよなー、この子たち。よ、よ、はぁ、よし、いいね。ほい、よし。で、ファイガをぶつけてやろうぜ。ファイガぶつけてやろうぜ。オッケー、いったい、いったいった。いいね、いいね。で、タンタンで、この組み合わせでいきましょう。多分これだけ増えないと思うから、増えないと踏んだもん。もう、もったいぶらずに使ってきます、今回は。で、キーブレードの方はもう使ってしまったのか。なるほど。それなら仕方がない。シンパさん、とどめを刺してちょうだい。オッケー。ああ、まだ出てきた。想像外だ。やだー、やだー。帰る。16だったよ。15だった。15だよ。何やってんの。マジか。どうしようかな、これ。ほい。オッケー。でも全然いけますね。よし、あ、危ない。今、届きそうでなんか、まあ、ギリなんとか届いた感じだったけど。オッケー。で、チャージ。刺された。チャージ。で、ほい。あ、まだ倒れないか。まだいる？マジ？ちょっと、非常にもったいない使い方してたよ。今まで、ちょっと。マジか、そんなに出てくるのは想像外だ、ちょっと。頑張らないとな、これは。プルート助けて。あ、ダメか。プルートもダメか。こういう1とかのカードの時だけ使おう。うん。ああいう組み合わせるのは。って言って使う私。使いたがる、なんか。マジック行け、マジック頼む。行け、行ってくれ。プルート、助けてプルート。穴掘ってる、あ、めっちゃ穴掘ってる。あ、おほほほほ、めっちゃ、何くれた今。ありがとう、なんかファイヤーか、これくれたのか、サンキュー。儚く散っていった、ファイヤーが儚く散っていってしまった。くそ、なんということだ。おい、あとちょっとだ。いいね。もう行っちゃおう。うん。これでいいだろう。オッケー。行ったー。いやー。
想像以上に出てきた。なんていうか想像以上に出てきた。ダメだな、もうちょっと大雑把に考えすぎたな、ちょっと慌てちゃうわ。実戦になるとトランプ兵のカードか。さあ、ぐる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 とロードが。ふう、賢者、賢者タイム。ぐわ、アリスはこの時間内で逃げ出したか。アリスが自分で逃げたならまだいいんだけど、連れ去られたならちょっとやばいよ。でもお前たちは逃がさないよ。まだいる。また出た。ちょっと逃げるんだね。結局さっきの戦いを返せさっきの俺の戦いを返せ。結構頑張ってたんねんぞ。日本語がおかしかった今。結構頑張ってたんだよ。ちょっとよーし、ではこっちの部屋かな次は。はあ、やあ。さあ、ということでやってきたのですが、3以下、今度は以下か。以下ならこれ使っちゃおうよ。うん、以下なら優しいわ、全然いいわ。うん、でもあー、でも大きいやつばっか残しておくと、大きい数字のカードをばっかり残すと、こういうところでちょっと痛い目に遭うのか。難しいなあ。懐かしいじゃんここ。1の時はここから入ったんだよね確か。あれ、なんだろう、急に雰囲気が変わったね。うん、調べてみましょう。うん、調べよう。うん、キャー、何、はあ、私から逃げられると思ったのかい。いや、思ってないけど。しまった、アリス償って。え、どうした、記憶が戻った感じ。償って、どうした、髪のセットがそんなに気になるのか。一回部屋戻って鏡でも見た方がいいと思うぞ。なんだ、私はどうしてこんなところにいるのだ。え、どうしたの、あれ、記憶が戻って、今までのこのやりとりの方の記憶がなくなった。やりとりは、私は一体何をしているのだ。えい、わからん。この動きが一番わからんわ。この動きが一番わかりません。ラジオ体操でもしているのでしょうか。どうなってるんだ、本当だよ。どうなってんだ。もしかしてまた記憶を盗まれたんじゃない。盗まれた記憶を盗まれた、二重のトラップじゃん。上から来るぞ、気をつけろ。キャー、出てきた。うわー、こんなやついたなポケモンでいそうだな本当に、っていうことを言ってたな。よし、またこのテーブルがあるからいいのか。こいつが女王の記憶を盗んだのか。いかにもって感じだね。すごい、なんか振り回してるよ、ブン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 。ほい、宿泊行事とかで山とかでなんかね、泊まってお勉強するのは多分小学生かなんかであるかもしれませんが、中学かもしれませんが、ああいうなんか火のスティックみたいなやつブンブン振りますような、なんか儀式みたいなやつなあるじゃないですか。多分自分のところだけかもしれないですけど、あ、それを思い出すな。なんかあれやりたかったな今更だけどさ、やってみたかった。やってみたかった。でもそれは夢で終わる。夢で終わるんだ。悲しいな。よいしょ。オッケー、当たった。で、ゲージがめっちゃあるじゃん。登って何してんの、そらくん。登って。よしよし。よいしょ。とりあえず最大級で当てるか。結構食らった。めっちゃ食らった、今。あ、当たってる。
めっちゃ食らったな今。わあすごいっす。よいしょ。めっちゃギリギリまで上げといて使わないっていうね。これが後にどう響くか。あ、当たった当たった。よし、やっと当たってくれたけど、届くこれ。届くか。すごい際どい。すごい際どい。当たるか当たらないかだね、本当になんか。ジャンプして。ブレイクされてんのか、これ。当たってるんだけど、すごい当てづらい。高い寄せが。これ使おう。お、これで出てくるのか。なるほど。そしてそしてそしてなかなか物にできない。それをそれを物にできないぞ、そらくん。頑張れ。よし、チャージ。これはチャージするしかないな。念じよう。今ひるんでた。気づいてなかった。やってしまった。これはやってしまった。かなり痛い。よいしょ。よし、頑張っていきますよ。また気づいてなかったし。よいしょ。ひるむ、ひるめ。よし、いいね、いいね、いいね。今のうちだ。審判もいけ。もうどん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 行こう。マジか、ブレイクされちゃった。あとちょっとだな。よし、おい。で戦いたいんだけどカードがないっていう、このすさまじいタイミングでデッキがなくなるという。でもいけるわ。よし、おい、オッケー、やりました。いいね。おお、めっちゃスタイリッシュ、かっこいい。そらくんの今、キーブレードをあの突き出す感じが、また、いいですね。オッケー。めっちゃカードなんかあったよね、今。トリックマスターのカード。ほう、気になるな、また。また貴重なカード、一枚、手に入れたのかな。さあ。おい、お前たち。これはどういうことなのだ？あのハートレスは一体何だったのだ？どういうことって言われてもな。うん。答えられないというのか？さては何か企んで、なんかもう別の問題でなんかまた裁判が繰り広げられそうなんだけど。大丈夫？怪しい連中だ。直ちに引っ捕らえよう。うわ、嫌な予感がする。待ってください、女王様。スラと私は女王様の命令でハートレスを退治したんです。うん、うん、え、用心深い女王様が私たちを疑うのは当然です。だから私たちは疑いを晴らすために戦ったんです。そうよね、スラ。お、おう、あ、そうそう。ノリがいいな。そうだったじゃなくて、そうです、女王様、私が命令したのか。まさか賢い女王様が覚えていないんですか？軽く挑発してるよね。挑発してる、アリス。何を言うわ、私が忘れるはずがない。もちろん私が命令したのだ。アリス・ソラ、よくやった。うん。あれおかしいな、みたいな感じで多分帰ってってんだろうな。ふぅ、うまくいったわ。賢者タイム。頭いいなぁ。こんな方法でなんとかなるとは思わなかったよ。ほら、チシャネコが言ってたわ。無理やり思い出そうとすればいつしか嘘にすり替わるって。何？これが答えだったってこと？マジか。すげえな、アリス。よくわかったな。うん。どうしたの？ん？なんでもない。グーフィーがもう、真顔で後ろにいるんだけど、なんか、
めっちゃ真顔なんだけど、グーフィー。超真顔。なんか、めっちゃシュール。おう、振り向いた。振り向けばグーフィー。もう女王も僕たちを追いかけたりしないよね。なんたって僕たちは、女王の命令でハートレスをやっつけたんだもんね。うん。めっちゃ帽子飛んでる。めっちゃ帽子が飛んでる。さあ、おそらくトリックマスターがボス級っていうかボスなんじゃないかなって思うのですが、じゃあ、あ、おお、なんか出た、なんか出た。なになに？ポーション。あ、ポーション。いいですね。お、これは？うん、枝豆か。これは？枝豆か。枝豆のバーゲンセールだな。よし、じゃあ行きましょうか。さっきセーブしたらメモリーカードの空き容量が足りませんとか言われた。また今度買って、近いうちに買ってこなければ。どうだった？忘れてない。僕とウーフィーの旅は世界を救うために闇の扉の向こうに残った王様を探す旅。めっちゃ覚えてるやん。めっちゃ覚えてるやん。で、俺は王様と一緒にいるはずのリコを探すっと。うん、やっぱり大事な思い出は忘れるはずないよな。だな。だよね。忘れたりしないよ。寂しいよ。もし、そんなことがあったら寂しいよね。うん。さあさあさあ。早く王様に会いたいんだ。何があってもこの気持ちは絶対に忘れないよ。うん。よっ、はっ。あ、何何？随分空が気になるみたいね。お前はどうなんだ、ラクシーヌ。ラクシーヌ。どうかな。